小室圭と真子さんがニューヨークで生活を始めて3週間が経過をしましたが、篠原丈一郎さんが小室夫妻に対する特別対応疑惑を暴露していましたね。今回外務省が国会に補正予算を要求したようです。外務省の補正予算は全部で1464億円あるんですが、この中に法人保護等の拡充という項目があって35億円を要求しているようです。さらにその中に在外公館における法人保護体制強化のための緊急対策という項目があって8億円が計上されているようです。これがおそらく支援するために作られた予算ではないかと見られているようです。恐ろしいですね。確かにコロナで外務省も活動が減っているはずだから、むしろ予算を減らしてもいいぐらいだと思いますが、なぜか予算を増やすように要求しているようです。なんか予算がめちゃくちゃですよね。平気で1464億円とかが増やされたりするようですからね。小室夫妻の援助の予算を作ることなんて簡単なんでしょうね。まあ給付金の10万円もクーポンの印刷代で1200億円が使われているんですよね。国民に配るお金の 10% は仲良し企業に売上を伸ばすために使うつもりだったわけですからね。大阪なんかは罰則がなければいち早く現金10万円給付ですると反応して、クーポンなど取りに行く手間や印刷代がかかるから意味がないと発言をしていましたよね。前回は電通とかを通して中抜け発注とかをしていましたが、なんとか現金だけでもいいけどもクーポンも選べるようにという方針にしようとしていますよね。クーポンにしても中抜き代が800億円ほどあるんだから、どこか一箇所がクーポンを利用してくれる自治体があれば800億の予算が使えるぐらいの感覚なんでしょうね。どうすれば国民にある程度納得をしてもらいながら悪さを継続できるのかという感じなんでしょうね。今時クーポンなんて電子チケットみたいにして受け渡しにすればいいのに、なんでわざわざ余計にお金がかかる仕組みで配布しようとするんでしょうね。まあ無駄な予算をできるだけ作って仲良し企業の売り上げを上げることが目的なんでしょうね。みんな美味しい思いをしてるし、内部告発する必要はありませんからね。ちなみに企業の人も悪さをしている人が逮捕されていたようですね。ソニー生命の海外事業を任されていた社員が170億円を横領したようです。これはコロナでテレワークだからこそできた技のようです。アメリカの銀行のオンライン取引ポータルに自宅から接続をして不正な送金指示をしたようです。ただこの170億円がどこに消えたのかが、現在 FBI とかも連携して行方を調べているようです。この社員は借金もなくてタワーマンションとかお金のかかる場所にも住んでなくて、お金がどこに消えたのか調査しているようです。まあさすがにこのお金が小室夫妻に流れていることはないと思いますが、コロナで犯罪もしやすい環境になっているかもしれませんね。ただ小室圭の場合はいろんな犯罪に手を出したというか、忖度しまくりで小室圭が逮捕されるというよりは忖度しまくった人間が逮捕される可能性の方が高いでしょうね。借金だらけの小室圭にそんな権力はないわけだし、逮捕されるとしたら指示を出した真子さんなのか紀子様なのか美智子様が逮捕の対象になるでしょうね。ただその忖度も間にまた別の人物がいろいろ関わっていて、政府でもあったり大学の関係者でもあったり、いろいろとありすぎてもう訳がわからなくなっていますよね。もう一人逮捕されたら芋づる式に数百人が逮捕されるレベルの事件で、大物が関わっているから何としても圧力で捜査をさせないようになっているんでしょうね。やはり真子さんの結婚会見でも国民に対して感謝の言葉がなくて、天皇陛下にも感謝の言葉がなく、ずっと味方でいてくれた方にだけ感謝申し上げますってコメントをしていましたよね。これでは秋篠宮家の自由な教育が失敗だったんだなぁと、愛子様の天皇への期待が高まりましたよね。愛子様はちゃんと成年行事で天皇両陛下と見守ってくださった皇后ご夫妻や学校の先生や友人にも感謝を伝えましたよね。もちろん国民にもコロナの中で生活を案じるお気持ちもしっかりと記されていましたからね。ちなみに印象が変わって大人っぽくなったなと思っていたら、歯科矯正をされていたんですね。コロナでマスク姿だったからその間にされたんでしょうね。タイミング的にはちょうどよかったですね。歯並びのコンプレックスというよりも虫歯になりやすいということもあって直されたんでしょうね。実は雅子さんも刃だったんですよね。実は海外では歯並びも身だしなみの一つとして受け取られる国もあるようです。それで婚約当初はアメリカでも歯並びについて論評があったようです。そういったこともあって歯科矯正を進められたのかもしれませんね。最近ではワイヤーをつけるタイプだけではなくて、マウスピースタイプとか歯の裏側につけるだけのタイプとかいろいろあるようです。実は激痩せをしていた時期もそもそもダイエットだったようです。そのダイエットが行き過ぎて摂食障害に近い状況までになって雅子様も心配されていたようですが、それ以降はダイエットを試みることはなかったようです。まあ普通はダイエットをしても続かなかったりするけども、意志が強すぎて
過剰ダイエットにつながってしまったのかもしれませんね。ある意味やりだすと夢中になるタイプなのかもしれません。子供の頃に力士のしこ名をすべて覚えられたり、国旗をすべて覚えられたり、魚の図鑑の名前をすべて覚えたり、何でも一生懸命取り組みすぎてしまうんでしょうね。ちなみに愛子様はコロナ禍になる前は職員の部屋にもよく足を運んで顔と名前を把握して、バレンタインやハロウィンにお菓子を配ることもしていたと記事になっていました。秋篠宮家に着く職員と天皇家に着く職員では雲泥の差でしょうね。2020年9月18日の週刊現代の記事では、秋篠宮家からキャリア官僚が次々と逃げ出しているという記事に詳しく書かれています。実は秋篠宮邸は昨年皇嗣という地位について職員の数も20人から50人に増員されたようです。ただその職員が次々と辞めていってしまって、活動に支障が出ているようです。警察庁長官官房付きから出向していた東大出身のキャリアの超エリートの石川厩務官も、警察庁からエース級の人材として送り込んだのに辞めたようです。まあ紀子様に気に入られなかったようですね。警察庁としても優秀な人材を投入したのに雑な扱いを受けたということで、キャリアではなくノンキャリアの人材を補充で当てたようです。立皇嗣の例の即位する行事でも雨が降っていて、秋篠宮様もモーニングコートに勲章をつけた正装で傘を差していたようです。ただ雨が降っていたからか足早に歩いていて、後ろの女性皇族を置いてくぼりにしていたようですね。そして屋根のある場所に着くと傘を畳んで職員に傘を渡したようです。これが傘投げつけ事件と言われているようです。しかも職員の扱い方もパワハラに近くて、済生会中央病院の関係者からは防護服が不足しているという話を聞いた紀子様は、職員に私たちと有志の職員で防護服を作って病院に届けようと提案をしたようです。これは紀子様は防護服なんて作る気さらさらなくて、有志で作りましょうと言われた職員は断れない空気の中でどれだけ作れるのか競争させられます。作業が遅いと怒られるようです。こういった現状を分かっているから、宮内庁の職員は秋篠宮家の担当になるぐらいなら退職しますという職員が多いようです。内閣府から出向された人も、某航空会社で長年 VIP からのクレーム対応を務めていた優秀な女性職員も秋篠宮家の担当になりましたが、この家は絶対に無理とメンタルをやられて、わずか1週間に退職したようです。さらに社長様の通っているお茶の水女子大学附属中学校の関係者も次々と職を去ってしまったようで、相当やばい状況のようですね。まあ秋篠宮家はケチでも有名ですよね。震災後に安保柿の農家を訪れて、今年は柿が届かないと催促をする場面があったり、予約が取れない人気店に当日予約なしで行って貸し切りにさせたり、地方公務で行った名産品が美味しかったから送ってもらったことがあるようです。それでなかなか代金を払ってくれないから連絡をしたら、あれは献上品じゃないのかと返答されて、泣く泣く諦めたようですね。まあ秋篠宮と献上で検索をしたら、たくさん献上されたものも出てきます。ただ他の皇族はお買い上げになることがほとんどのようですね。まあ買えようとまでは言いませんが、震災の場所を訪れる時ぐらいは普通はちょっと貧しめの家庭でも購入をするレベルですからね。金額とかそういうことじゃなくて、国民に寄り添うってことができないんですかね。別に心の底からそういう気持ちは出さなくてもいいけども、せめてポーズでも撮ってほしいですね。ちなみにこの時の記事に小室圭のフォーダム大学での様子も書かれているんですが、眞子さんと二人には地理的な距離はあるけども、毎日朝から晩までテレビ電話システムを利用して、むしろ共有する時間は以前より増えていると書かれていました。それは不合格になるわけですね。ちなみに秋篠宮様は誕生日会見で小室文書について、あれを読んで皆がすぐに状況を整理して理解できるものではないと判断をして、行事を行えないと判断をしたと述べていますよね。これまで皇族が国民を批判することはなかったのですが、さすがに小室圭のことはそれだけ許せなかったということでしょう。ちなみに小室圭が今後皇室の行事に参加するかを聞かれて、私がどう思っているとかそういうことではないですねと答えていましたね。これは私の判断ではなくて天皇陛下の判断に任せますという責任放棄の発言ですね。親戚付き合いをしないという意味で納采の儀をしなかったはずなのに、なんで自分の判断ではなくて天皇陛下に無責任に投げつけるんでしょうね。ちなみに小室佳代さんも実家のポリボックスは撤去されて、仕事も退職をしてニューヨークに行く気満々で、9月頃にはニューヨークの物件を探し回ってたようです。ニューヨークの郊外でニュージャージー州に渡航を検討されてたようです。もともとアメリカとか海外に憧れていたのは小室佳代さん本人で、小室圭をインターナショナルスクールとかにも会話していたようですね。当初は親族や友人とかの訪問を理由とした B2 ビザを予定されたようです。ただ B2 ビザは不法就労を防ぐために財政基盤を持っていることが条件になっているようです。だから小室圭の
司法試験合格が絶対条件だったようです。それが小室圭の不合格でニューヨーク行きが無理になってしまったようですね。ただなんだかんだ言って小室圭が奥野総合法律事務所に行ったのも秋篠様と WWF ジャパンの名誉総裁の公務でつながっていたわけだから、反対しているように見せかけてなんだかんだ応援しているのではないかと見られても仕方がないですよね。おそらく小室圭は次の司法試験もペーパー試験で答えを全部教えてもらっても不合格になるレベルだろうし、来年はどうするんでしょうね。ただポリボックスを撤去したのも小室圭がしばらくニューヨークから帰国をする予定がないからということで、試験が終わっても日本に帰ってくることはないのかもしれません。だから眞子さんだけが働いて小室圭は配偶者ビザとしてニューヨークにずっといる可能性が高いのかもしれませんね。眞子さんにとってみればニューヨークデジタル博物館のように仕事をせずに就職をしてお金をもらえる施設がありますからね。すでに小室夫妻に8億円の予算も作られているようだし、それぐらいあれば贅沢しながらでもなんとか1年間ニューヨークで生活できるということなんでしょうね。まあ補正予算でそれだけあるから半年での予算が8億円ということですね。来年度の小室さんのために作られた予算はどれぐらいになるでしょう。もうこの問題は逮捕者が1人や2人では済まないですね。1人でも内部告発をしたらそこから芋づる式でどんどん逮捕されるだろうし、なんとかこの不正を暴いてほしいですね。まあその前に小室佳代さんもとっとと逮捕してほしいですね。あなたは誰が先に逮捕されると思いますか？皆さんはどう感じましたか？このチャンネルではテレビでは絶対に報じない報道の真実を伝えていこうと思いますので、よければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこの動画に対するコメントも待っています。